はい、皆さん、ゾラジビッチ、ユースケンでございます。一宿一緒に頑張っていきましょう。ユースケンでございます。よろしくどうぞ。はい、ということでですね、今月は1月になりましてですね、今月もラルクの情報をまとめたエルニューを皆様にお届けしていきたいと思います。よろしくどうぞ。ということでですね、今回も、エルニュース、ラルクのね、ニュースいろいろまとめてみましたよね。で、まずは、とりあえず、30周年ラニバーサリーがスタートしました。おめでとうございます。ということでね、結成30周年が始まって、まあ僕の前回のその、エルニュース12月号だと、まあ、ラニバー、サーティースラニバーの発表あるんじゃないかな、といったふうに予想しましたけども、まあそれはなかったって、まあね、今またね、緊急事態宣言も出ちゃったりしましたからね、やっぱ難しい部分はね、あると思いますし、まあ、ハイドさんがね、なんか、ハイドチャンネルで、まあ、サーティースラニバは、まあ、なんか、まあ、ほとぼりがなくなったりしたら、みんなで祝いましょうって言ってるので、多分そういったタイミングがやっぱ待ってるんじゃないかな。なんか、ラルクとしてやっぱ配信とかじゃなくて、やっぱ有観客で、まあ、豪華にやりたいっていう思いがね、あるんじゃないかなという、まあ、そんな気がしてね。だから、まあ、前僕が言ってた5月の結成日よりもやっぱ後になるんじゃないかな。オリンピックで後の11月とかそれぐらいでやるのかなって気がしなくもないんですけども、まあそこはね、まあ続報が出ることを待ちましょうってところでですね、今回もいろいろニュースまとめてきましたのでね、それを、ね、紹介していきたいと思います。はい、てっちゃんね、てつやさんもね、てつやソロも20周年のアニバーサリーってことで、まずは20周年のアニバーサリーの取り組みとして YouTube で、過去のライブ映像を無料で配信するってことになっておりまして、今現在はあのファーストツアーですね、2010年に行われたファーストツアールーレットを回すのツアー映像があの YouTube に配信されておりまして、そちらが1月の、15日ですね、15日までが配信されるってことなのでね、まあ、皆さんあの無料でね、やっぱこういうタイムだからこそ無料って見れるのはね、ありがたく思ってね、見ましょうってところであります。はい、まずてっちゃんに関してはこちらですね。まあ、ちょっとその次からはね、ハイドソロ関連に行きたいと思います。でまずはハイドソロのね、アンチワイヤのツアーが現在も続行しておりまして、今これ撮ってるのがね、名古屋初日の日なんですけども、9日で明日日曜日に名古屋2日目 2days 目が行われるというところで、いよいよね、地方公演も始まりましたね。まあちょっとこのタイミングで宣言も出ちゃったりとかしてて、開催の続行が破まれますけれども、なんとかね、成功してほしいかなっていう部分があります。でこの後の次の週に16日と17日に大阪、はい、でそれが終わると24日その翌週の日曜日に仙台での公演で、最後に月末30、31日で東京でやるってことなんでね、まあぜひともこれはまあ完成してほしいですね。その来月2月に北海道のファイナルがあったりもしますけれどもね、まあ払い戻しとかもね、当日分とも行ったかな、払い戻し対応もまあしてはいますし、行く行かないの選択でどっちが間違いとかでもないと思いますからね、まあ、安全を取って行かないって選択をするのももちろん正しいですし、その中でもね、やっぱこうエンターテインメント止めてはいけないっていうやっぱ気持ちもあって、それで仕事してる人もいるから、それをね、参加される人も全然僕はありだと思うので、まあその選択はね、行く方々が、まあ、決めればいいことだと思います。まあ行くからにはやっぱりこうルールがね、あんまり話すのやめましょうとか、マスク着用ですとか、まあそういったルールの徹底はして、まあ楽しみましょうっていう部分があるんでね、そこはぜひとも成功してほしいと思っております。当日券もね、まあ、出てはいるので、まあ、急にね、行けるとか都合がある方とかもぜひぜひ参加をできるようになってます。はい、でそれに続きまして、ハイドソロですね、あのジキル&ハイドの公演がなんとアベマで見れると、アーカイブって感じでですね、見れますよと。で見れる期間が29日までなんで、ハイドソロのバースデーまでですね、見ることができて、1回の公演が一応3000円分で見れるというふうになってます。でロックデーとアコースティックデーが見れるってことね。まあ個人、いやでもどっちも見てほしいな、個人的には。まあアコースティックデーはもちろんこの今のアンチワイヤーの雰囲気のアンチの曲とかが楽しめるし、ロックデーもロックデーで、やっぱあの演出がやっぱ配信ライブであのフロア一体を使えるからこそできる演出とかもあったりするので、すごい見ものだと思うので、これはね、まあ見てない人はぜひぜひ見ていただきたいです。これぜひもう3000円払ってね、全然見る価値はあると思います。で、そのジキル&ハイドのそのアルマの声だとマルチアングルになってるので、その配信とかで実際に配信流れたカメラアングルとまた別のアングルで見れる曲もあったりもするので、また違ったね、視点で見る。やっぱこういうのが配信ライブとかね、映像で残すものの、まあ、
まあ醍醐味っていうのねなってますので、なんかこんだけさ映像配信とかしてるんだったらさ、なんかライブ映像作品として出すのかなって思ったんだけど、なんかブルーレイとかでさ、なんかあんまないのかな、こんな感じでやってるから、もう配信とかで続々やっていくっていう感じでいくのかな、時期配公演に関しては。アンチマニアとかもどうなるんだろうね、なんか撮ってるそうな、なんか微妙な感じですけども、どうなるんだろうっていう感じになってますんで、ぜひとも皆さんおうち時間を過ごされる方は直配の映像をアベマで見ていただければと思います。ハイドソロに関してもここまでかな。ちょっとね、意外に1月のニュースちょっと少なめになっちゃってますけども、で最後ラルクですね。はい、サービスラニマスがスタートしました。皆さんあの新聞見ました？あの牛乳とロワウワウのコラボのやつ、これね、これこれこれ、はい、もう30周年ってことでですね、こちらの、はい、記事のやつですよ、これね、うん、30周年、もうワウワウもね30周年なんですね、はい、で牛年なんでもうって書かれてます、これあります、はい。でこれね、すごい細かくなってるんです、見てほしいんですけど、このさ、まずミルクのこのミルクがちゃんとね L のところにアポストロフィーが入ってるんですよ、これすごいこだわってますよね、気づいた時うわーって思いましたね、はい。で、これね30周年なんで10がね X なんで XXX で30周年ね、キスキスキスじゃないですか、これもう 30th anniversary のテーマソングもキスキスキスでいいんじゃないですかって感じですね、はい、になってると、いやーこれいいですね。でそれに伴ってこの30周年のラニバのロゴも20周年は赤で15周年は緑、黄緑かな、で25周年がオレンジときて30周年はだ、まあ、青とか水色青になってる、なんでだろう、ワウワウカラーとかなのかな、ちょっとわかんない、でもなんかこの気になりますよね、この20周年とかが赤、25周年オレンジ、まあ、15周年緑とか、なんかこういうなんか色の関係あるのかな、ちょっと調べたんですけど、なんか順番とかではなさそうですね、その数字30番目がこの青とかじゃなさそうなんですよ、なんかこれ理由あるのかな、ちょっとわかんないんですけど、なんか詳しい人いたらもしあったら教えてください、はい。でワウワウとのコラボとしてまずはサーティスラニマサリの、まあ、第1弾かなところで、まあ、未公開のライブ映像作品をワウワウでオンエアしてくれると。でこれさ皆さんまずいきますよ、はい、2月23日に 20th anniversary starting live ラハッピーニューイヤーやります。でその25日2日後に 20th anniversary ツアーファイナル京セラドーム大阪、はい、これ皆さん僕の前の 5 Live Archive 3がもし出るなって動画見てたと思うんですけども、これ言ってたやつ出ましたね、ついに未公開映像、なんか FLA3 として出るかと思いきやワウワウで展開していくんだっていう、はい、未公開映像があって、でこの2つは僕予想できたんですよ、まあ映像化も撮ってただろうし、このねラニバツアーのファイナルも撮ってたし、その前々の動画でもありました。ライブ20にもこの教室は載せてたし、この2つは撮ってたなっての分かったんですけど、3月にね 20th anniversary ワールドツアーのジャカルタ公演やるんですよ。ジャカルタも撮ってたのってことで、あのねジャカルタの公演すごいんですよ、もうお客さんがめちゃくちゃ歌って、もう本人たちもなんかイヤホンにもう聞こえねえかぐらいなんかすごいもう熱唱するんですって、向こうの人たちってっていうのがね、やっぱ結構これも感動的、特にマイハトとかやばいですよ、あれオーバーザラルカンシールかなか、なんかドキュメンタリーだかでねそれオンエアされてて、いやーやっぱ海外なんか南米とかそっちのあたりの人たちすげえなーってすごい思いました。まあ日本の音楽を好きでくれるのもあるから、ファンもねやっぱすごい待っててくれたから、もう熱狂的ですごいんですよっていうのがあってね、ジャカルタ映像化するんだってことは結構撮ってんじゃねって思って、ラニバのワールドツアーもやっぱ記念残すために他の声も撮ってんのかなと思って、いやぜひぜひこれね4月以降も展開されるってことなんで、いや楽しみですねこれは。なんでね、私ワウワウの継続しました、あのセットライブを見てからね、はい、ずっと継続していくんで、まあ、お金はかかっちゃうけど、まあでもね見物だと思いますんで、皆さんもねぜひワウワウ契約していただいて見ていただければと思いますよ。いやーってところでね、まあ、以上はね今月のラルクの L ニュー1月号になります。ちょっとね、まあ、情報がちょっと少なかったんですけども、まあでもね、まあ、こういったご時世ですからやっぱライブとかの発表はね難しいと思うんですよね。あとはアルバムですよ、アルバム出してくれんじゃないかなって気するけどね、30周年だし、なんかその2020のツアーでもなんかアルバム全然作ってないねみたいな話もしてたから、
うん、こういうタイミングだしライブができないからこそラレクは曲を作ってるような気がするんだよね、うん、まあでも前回のバタフライからもう8年あもう19年は何度かもう10年近くも丸を出したくなっちゃいますからね。はい、なんで、まあ、今後のねラレクの活動に期待したいと思います。そしてまあとにもかくにもハイドさんのねアンチワイのツアーが完遂してくれることを祈るばかりでございます。はい、ということで今回の動画は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。それではダスビダニー。